いやめっちゃ楽して金欲しいですね。毒物があるだろ。私って超絶天才カレンビ少女じゃないですか。ああ、ということは YouTube とニコニコで動画出したらめっちゃ稼げるんじゃね。誰のものじゃが、ゼロ。あんな、そんな世の中甘いわけないんだから現実見て働けボケ。そんなんやってみなきゃわからないでしょ。じゃあやってみせろ。動画投稿者、昨今スマホ SNS などの進化によって動画市場の成長は著しく、年々その規模を拡大させていっており、私たちの生活の中で動画は気軽に楽しめるコンテンツの一つとなっている。これによりたくさんの YouTuber、TikTokerが現れ、これを見ていいな、私もああやって好きなことしてお金稼ぎたいと感じる若者が続出。この動画は動画投稿で一発当てて大金を稼ぎたい、そんな夢見がち YouTuber みたいなボイスロイドが3年と半年間動画を投稿し続けた経験、失敗、思考の移り変わり、実施した分析検証、そして結果、その全てをお伝えするノンフィクション検証風コント動画である。ガラガラン。ね、最初は何するの？ふんふん、それは決めてあるんだな。これがふん、最初はじゃじゃん、ゲーム実況。またこれは王道な。やるゲームはこの DVD ってやつです。これで有名なボイスロイドの実況者さんもいますし、いけるくしかしないぜ。はぁ、まあゆかりさんは天才ですから、これでちょろっとプレイして、ちょろっと動画編集して、ちょろっと投稿して、1日待てば、はい、超人気実況者。そんなうまくいくのかよ。いけろ。はい、またゲームやります。ちょっとこのゲーム、難しくない？練習しろ。はぁ、はぁ、とりあえず少しは動けるようになりました。じゃあ、次は撮影か。さあ、ついに来たぜ。はい、動画撮って。はい、動画編集して。はい、投稿。かかった時間は20時間かかりすぎだろボケ。だってなんか動画にできるような面白いシーン撮れないし、台本で面白い掛け合い思いつかないし、ボイスロイド調整に時間かかるし、編集はカット、ボイスロイドの立ち絵とセリフの調整、アニメーションかけて、効果音挿入、オープニング作って、エンディング作って、書き出し。イエーイ。落ち着け落ち着け。でもこれで私は人気実況者だ。そんなうまくいくの？ふっふっふ。まあ見てなさいよ。でも初回だから、そうですね、ざっと3日で一番再生くらいはいくんじゃないですか。お、そりゃ楽しみ。あはははははは、楽しみにしておいてくださいよ。あはは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 。30公開、120時間かけて。ノート PC 買って、キャプチャソフト買って、アドビのサブスク契約して、ボイスロイド買って、30公開。ゆっくりバッタでも見て食べようかな。すごい、それはチャレンジングすぎる。いやいや、諦めるのは早いでしょ。ここにチャンネル登録者4人って書いてあるさん。これはゆかりちゃんの動画を見て、もっとこの人の動画を見たいって思ってくれた人が4人もいるってことなんだよ。うん、これは政治じゃなくて視聴者なの。一人の人間なんだよ。だったらその人たちにたくさん楽しんでもらうために、もう少し頑張ってみようよ。うん、わかった。一緒に頑張る。うん、一緒に頑張ろう。一緒に。はい、電池取ったー。あかりちゃん動画出演決定。てめえ。てれれてってれ。とりあえずもっと個性を出したいですね。あ、うん、正直私はゲームが下手だから、それを武器にする方法は。あ、そうだ、私は先生役になって教える風を装うけど、実際はポンコツみたいな設定でいきましょう。いいけどポンコツなのは事実だよね。あかりちゃんは。そうだな、関西弁キャラにしましょう。別にもともとうち関西弁キャラじゃないんだけど。だからいいんですよ、やってる人あんまりいないんだから。差別化。あと差別化といえば、この DVD ってゲーム人気がある分、他の人も投稿しているから、このゲームだけだと埋もれちゃうと思うんですよ。はあ、なので誰もやったことのないようなゲームをプレイしてみましょう。あと動画をもっと良くするために、人気のある実況者さんを参考にしてみましょう。言い回しとか編集方法とか、これでやれば。これは、どうなんでしょう。うーん、なんかええ感じなんやない？頑張ってる方やろ。よっしゃ、このままこれを続けていけば、続けていけば、続けて。辛い、もう動画作るの辛いよ。思った以上にきついな。これは、ジャンルを見直した方がええかもしれんな。ジャンルを？ゲーム実況って、撮影、台本、動画編集って流れやん。うん、この撮影が結構時間を圧迫してる気がするんや。というと、撮影は、いい絵が撮れるまでひたすらやるやん。だから、時間がどのくらいかかるか想定できないから、時間の確保がしづらくて、投稿ペースが安定しないんや。これが、私は延々と何やってるんだろう、という自問自答と、なかなか動画を作れないという悶々とした気持ちを生んで、自分のメンタルを削ってるような気がするんだ。
なるほど。でも別のジャンルって言うとどれがいいのか。一応ボイスロイド動画の既存カテゴリーって言ったらこんな感じやな。うん、解説とかはできそうだけど、とりあえずやってみるか。まあそうですね、物は試し、迷ったら行動ですもんね。とりあえず作って投稿っと。いやどうなんですかねこれ。まあお試しだし反応なくてもしゃあないって感じやな。気長に待つか。あはははははは。めっちゃ伸びてる。過去最高値だ。どうしたんだこれ。アナリティクスから流入経路を確認するんや。え、なになに、関連動画からいっぱい見られてる。 YouTube の動画の右側にあるここれが関連動画になります。今回の伸びは他の方が投稿した類似の動画がヒットし、その関連動画に先生たちが投稿した動画が掲載されたため、流入が爆発的に伸びたというわけです。なるほどな。ちなみにニコニコは、うん、やっぱり YouTube ならではの伸び方したな。これ再現性あるんか。どうする、これ続けてく。いや、やめましょう。永遠か。だってこれネットで情報を集めて作ったじゃないですか。うん、それだと私たちのコンテンツじゃない気がするんですよ。もっとこう、私たちでしか出せないコンテンツを作って、私たちでしか与えられない価値を視聴者さんにたくさんあげたいなって思ってます。なので今後解説動画を作るなら、もっと私たちならではのものを作りましょう。例えばずっと動画投稿を続けていって、そこで得た経験とか失敗とかを伝えるとかですね。おお、確かにそれはうちらならではのコンテンツやな。先生の言う通りやな。じゃあ今回はとりあえず解説動画は続けないってことで、誰でも作れそうな解説動画は今後も作らないようにしていきましょう。あはははは。そしてその約2年後、彼女たちは再び誰でも作れる解説動画を作った。さてまた振り出しに戻ってもうたな。うん、あ、これなんてどうです、ボイスロイド劇場。うん、どういったジャンルなん。ボイスロイドを使った漫才コント動画みたいなジャンルみたいですよ。ほう、もともとゲーム実況をやってた時、基本は私たちの掛け合いで楽しませる方針をとってたじゃないですか。まあゲーム下手くそすぎてそうせざるを得なかっただけなんやな。ボイスロイド劇場なら掛け合いで楽しませる部分が一緒なので、私たちのゲーム実況を見てくださっていた方たちも見てくれるかなと。なるほどな。それに動画って基本みんなを楽しくさせるのが本質だと思うんですよ。私たちの動画を見て笑って少しでも元気になってもらえたら、それはとても素晴らしいことですよね。先生、そのためならばしっかりとアホを演じてみせましょう。今アホなのは元からな。初投稿イエーイ。あ、意外といい感じ。ほらポイントもくれてますよ。おお、もっとネタに宣伝さん。うん、いろいろ芸人さんの漫才とか見てみるか。再生数下がっちゃった。大丈夫、その分クリック率は上がってるやろ。需要が低いジャンルのネタだったから、リンクが下がって再生数下がっただけで、見てくれてる人にはしっかり届いてるから大丈夫や。チャンネル登録者1000人突破。やったー。イエイ、新しいコスター。あのセリフ言って、セリフやっちゃえ、まさか。おお、イラストとか描けるようになったらもっと喜んでくれるんじゃないですか。まあそうなんやろうけど。え、描けるの。描ける。美術の成績は。なる。うちらはうちらだから、一番大切なのは視聴者へ面白いものを届けること。再生数は二の次三の次や。あかりちゃん最近頭突きを習得したじゃないですか。はあ、なんかニコニコのコメントで頭突きがアテモンで本田っぽいって言われてますね。エドモンの本田本田本田チース。うわ、なんか来てくさ。なんやお前、こらやめちゃうな。いや、なんやなんやなんや、うるせえな。うん、ゆかあかね、ゆかあか。うん、外すぎハートビククラッシュした。約3年分の編集データとか大全部消えた。今日の朝4時に起きて4時間かけて作った動画も消えてる。うわ、マジか。もうやだ、つらい、やめたい。とりあえずツイッターとかで連絡せな。すごい励ましの言葉もらってるで。うん、もう一回頑張ってみるか。うん、日々アナリティクスを見つつ分析して新しいこと考えてひたすら継続。そんなことを続けていき、ちょっとずつではありますが登録者数、再生回数は徐々に伸びていきました。そしてこの3年と約半年の期間において1000動画の再生回数はそれぞれ YouTube の再生回数100万6776、ニコニコの再生回数
128,511 となりました。肝心の収益について YouTube では詳細なアナリティクスのデータを公表することが規約で禁じられているため、少しぼかした言い方になってしまいますが、 YouTube の一般的と言われる収益額が1再生あたり 0.1 円、ニコニコが1再生あたり 0.2 円あたりとして、 YouTube とニコニコで3年と約半年ボイスロイトの動画を投稿し続けると、YouTube 10,678円、ニコニコ 205,702円、合計 306,380円稼ぐことができる。この数値はどうなんですかね。いや、初投稿の時と比べたらお金が発生してるだけで同じやろ。そうですね、120時間という時間をかけ合計何十万の機材買って、再生数35回の時よりは成長しましたよね。お前それトラウマなん。ちなみに時給はいくらなんやろ。大体ゲーム実況だと1本13時間くらいか、劇場系動画は1本平均5時間くらいだから、投稿本数と掛け合わせるとこんくらいだから、時給はと。じゃんじゃん、バイトした方が良くてくさ。収支でプラスになってれば勝ちですから、トータルで見ればプラスですから。なんかギャンブル中毒者みたいなこと言ってる。収支はじゃじゃんじゃじゃん、収支おい、ゆっくり。まあでも今見てくれてる人たくさんいるんやし、これからも続けていけばプラスになっていくんやない。まあそうですね、それにお金が目的じゃないですからね。冒頭で楽して金稼ぎたいとか言ってたやつのセリフとは思えんわ。というわけで検証結果、知名度ゼロからニコニコと YouTube に3年と約半年動画を投稿し続けたら、 YouTube では 10,678円、ニコニコでは 205,702円稼げる。ただし時給や収支で見ると結構悲惨ということが分かりました。それだけ聞くと夢も希望もねえな。でも自分が楽しみながら動画作って視聴者さんから反応をもらえて、それでお金が発生するなんて夢みたいですよね。確かに自分が好きなことをしてお金もらってるんやもんな。感謝せなあかん。この動画を今見ていて、もし動画制作にチャレンジしたいと思っている方はぜひ私たちの経験を糧にやってみてください。知名度ゼロスタートでも見てくれる人を楽しませることを考えて、しっかりと継続していけば少しずつではありますが必ず結果は出てきます。私たちもこれからよりたくさんの人を楽しませるために頑張っていきますので、一緒に取り組んでいきましょう。以上、ウルトラテンション完了。次のウルトラテンションをお楽しみに。バイバイ。Twitter ではもう少し細かい数値の話をしてたりもするので、興味のある方は覗きに来てくださいね。よろしくな。俺たちの戦いはこれからだ。打ち切りになりそうなセリフを吐くな。